木村カエラ。ラーもする。日本酒に八代の名産どれが合うのか選手権。初恋の話していい。今週は訳あって放送しきれなかった未公開集です。まず最初は銀行船でのゴミ拾いでのこと。皆さんぜひ最後までご覧ください。なんかちょっとやっぱ晴れてきましたね。そうですね。何何違う人が現れた。ちょっとあれやりましょうよ。何チリトリやる。チリトリやる。いいよ。有名芸能人の名前でいこうか。有名芸能人フルネームね。フルネーム、フルネーム佐藤健。いやいやいや、有名芸能人といえば佐藤健でしょ。あ、ルー大島。バババってなんや。ババゾのあずさ。指原莉乃。の野口五郎。上田晋也。矢口真理。リリー・フランキー。木村拓哉。中川栄吉。千葉真一。千葉雄大。井川遥。亀田光希。北島三郎。上島竜兵。伊藤美咲。やばいな、これ俺らの年齢が大体バレるんじゃない。藤谷美玲。いもうさっきからいいばっかりやな。市川海老蔵。宇野鈴木。北野紀伊。市原隼人。トータス松本。戸田恵梨香。香川照之。北野紀伊。言ったやん俺。俺言ったやん。結構白熱しますねこれは。結構白熱してきたね。北川景子。小島よしお。オロゴンボビーじゃダメですか。あ、いいんじゃない。ビビアンスー。鈴木園子。小島瑠璃子。小池圭介。ケイン小杉。義母愛子。小峠英二。ジブラ。ララ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 イオネルリッライオネルライ…諦めようかな。ライオネルリッチーじゃない。長州小力。木村カエラ。ラーもうする。イデラッキョ。よ吉沢亮。内田優也。山田花子。小室哲也。山本キッド。堂本光一。中市村正親。加藤浩次。あぶねえ。今ちょっとね、本田圭佑のモノマネする人を頭に思い浮かべてしまった。ジミー大西。おー、清水美智子。小林明。いやー、だってなくないっすか。じゃあ俺の勝ちでいいかな。ラッキー池田。おー、ダニエル・ラドクリフ。古田新太。玉置浩二。G 出た。ジュリア・ロバーツ。津川雅彦。コウメダユ。内村照義。シーナ・リンゴ。古代夏子。あれ小石だ。ちょっと石だ。これ石だった。石だ。小石だじゃなくて石だ。あれじゃない、小石田純一。知念里奈。知念里奈。長澤まさみ。三河健一。知念優里。リリー・フランキーって言いましたよね。言ったっけ。言ったっけ。じゃあ リサ・スティッグマイヤー。相田翔子。子また子。女の人の名前言ったら大体こうつくんじゃない。こう小西まなみ。小西まなみ。イルコクロコット。
懐かしい。プリンセス天功市村光平、飯田香織、あ、リサ、斉藤匠、宮田俊也、矢部美穂、ほ、堀またりリーって誰よあ、リンタロウ、ロバート・デ・ニーロ、ロロイ、あの、モデルしてる今田光司、ジ・ジョン・カビラ、ジョン・カビラ、出たラ、ラ、ラジオ・オリエンタルはラ、ラはもう多分おらん、タミ、もうあと、あそこまで行かない、最後だ、言わなきゃ負けるよ、ちょっと待って、そういう戦いになってきたライアンでいいの、うん、日本酒に八代の名産どれが合うのか選手権、ここで悪徳の山下がですねいやうちの自慢のマラツをどうぞ、ありがとうございます、いただきます、カミラ、八代サニーサイドファームクラウドファンディングやってます、詳しくは概要欄見てね。ユニバーサルホームの家は夏涼しく冬暖かい、なぜなら床下ぎっしりの構造で外気温に左右されないから、地熱床システムのユニバーサルホーム、新しい仕事、新しい趣味、新しい生活、これからの新しいを一緒に、続いては2月4日に放送した通潤酒造様を取材させていただいた時の出来事です。それ何、こちらですか、日本酒といったらですね、やっぱりつまみが必要かなと思いまして、こんなね、八代の、青のり麺兵衛と品口ちくわと、あとトマトと合うかそれいやもうね、これでこの塩せん、これ合うでしょ、それは足北ね、いや足北はもう八代でしょ、そうでしょ、怒られるぞお前ガチガチだよ、足北軍でしょ、本当だ、足北軍って書いてある、八代近辺なんで大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です大丈夫ですないよねどれがね、日本酒に合うかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。なるほど、レッツゴー、日本酒に八代の名産どれが合うのか選手権、全部僕の中では合うと思うんですけど、やっぱ大穴のこのトマト、まずトマトからテイスティングしたいと思います。お、もっ合うやないか、でもあれかも、塩振ったトマトだったらやっぱもっと合うかな、まあ点数で言ったら92、92点の反応じゃない感じだけど92点うまー高い、ね、次はちかちかいただきます、うん、ザちくわ92、全部これ、はい、じゃあ塩せんいきます、うん、うまいや、塩せんが美味しいですね、これはまさに旅馬です、完全カットする、なぜこいつここだけここだけ塩せん合うんじゃね、これ合う合う合う、26、これ
96。え、マジで合う。せんべいいただきます。お、うまっ。これ初めて食べた。味濃、合う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 。もうどっちかっていうとビールとかの方が合うっていうところで、これは90点かな。高いわ。あ、お願いします、はい、嘘でしょ、マジで。飲める、大丈夫。一番あったのは塩線です、うん、いや、塩じゃない。これはどこの塩線ですか。足きたの。やっぱ合います。やっぱ合うんですね。合います。塩線は合うんですね。米の米でできてます。塩、塩ですシンプルで、ね、シンプル。ここはですね、八代に今野尻写真館さんというところがありますけどもですね、はいはいはい、あそこのご先祖がこう創業されてます。で、今年で251年と令和7年っていう年後にできたんですけど、で私は山下ですけど、明治になって野尻さんと一緒になって、はい、から譲り受けてこう商売をずっとやらさせていただいてますね。そんなつながりがあったんですね。八代とはそういうつながり。明治の混乱の時にですね、やはりなかなかこううまくこう乗り切れないようになって、でそこで悪徳の山下がですね、乗っ取ってはいないんですけど、一応共同経営みたいなことをやってたみたいですね。そして大体うちの方に大体引き継いだったんです。山下になってから私で5代目です。野尻家が7代その前にしてですね。すごいですね。はい。恋の話していい。まあもう全世界に公開していいな。同級生の子だったんだけど、お保健室に呼び出されて、はいはい、放課後、はい、告白されて、はい、何ですかって、告白ですかこれはみたいな、はいはいはい、でいや、おかしいじゃないですか。そこで切れるの。それで付き合って、おお、手つないだりデートするわけでもなく、はいはいはい、なんか、ん？これはどういう状況だってなって、うん、なんか別れるような感じになったんだけど。でも小学校ですよね。小6ぐらい。ああ、小5、小6。全部カットでお願いします。あまりにもうちの自宅に、うちの祖母が嫁入り道具に持ってきたんですね、はい、へ、昭和の初めぐらいに。ただやっぱり家に置いてあると怖くて。そういう意味で怖くないですか。これもし家にあってですよ、夜そのまま歩いていきそうですね。結構存在感ありますよ。そうなんですよ。うちの自宅に置いてあったんですけども、子供たちもみんな怖がるので、ぜひいいんちゃう。